突然なんだ。ニューウォッチ。ウォッチ。ニューブレース。ブレース。ニューばっかり。おニュー。ボスに見つがせた。言い方。見つがせた。言い方。見つがせてないけど、なんか現実に引き起こせた。はい。すごくない？ハルチェ2周年記念プレゼントです。ニューニューブレスのご注文も随時募集しております。しておりますということで、幼稚園スタート。スタート。質問です。ほ、合わせ鏡はしてはいけないのですか？おばあちゃんにしてはいけないと言われました。あとネットとかでも霊道ができるとかっていうのも見たのですが、実際どうなのですかっていう。うーん、合わせ鏡、私でも姿見るのにしちゃうけどな、後ろ姿だよね、うん、まあこのそもそも合わせ鏡をしてはいけないっていうのは風水的な考え方で、うん、気が滞るって言われてるのね。合わせ鏡をすると、それがあの合わせ鏡をしてはいけない理由の一つなんだけど合わせ鏡をしたからっていきなり霊道が開くわけではないし、呪術とか魔術とかで鏡を使ってその霊道を開くとか、悪魔を召喚するとか、そういういろんなこう儀式にも鏡って使われてきたから、余計になんかこうやばいもののような捉え方をされてるものの一つかもしれない。確かに合わせ鏡をすると気は滞ると思う。その気が滞るってどういうこと？しんどくなってくるってこと、簡単に言えば。ずっと合わせ鏡の中にいるとね、鏡の世界と現実世界がよく分からなくなってきたりとか、っていうことがこう起こってくるとは言われてる。でも霊道を開こうと思ったら合わせ鏡をして、そうね、幽霊とか何かを召喚する儀式なり、霊符を空所してあげるなりしないと開かないんじゃないかなとは思う。鏡って人間の視覚では捉えられないものも実は映し込んでて、鏡を通すと幽霊が見えるっていう人もいるの、まあ、どういう理由でそれ見えてるのか分かんないけど、とかその自分を映してる鏡なのに目の動きが違うとか、顔が違う方向を向いてしまうとかっていう、なんかちょっと面白いことが、まあ、普通の人からすると不気味なことが起こるってる動画とかもあるけども、あれも半分嘘で半分本当なところがあって、なくはないかなと思う。合わせ鏡自体はあまりいいものではないけども、やったからって何かいきなりドーンって起こるってわけではないです。へ、遊園地のミラーハウスとかも気持ち悪いもんね。ああ、そうそう、全面鏡の中、あれは視覚のバグ、バグだ、ね、なんか酔いそうになるもんね、ああいうのも大丈夫。まあ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 大丈夫。誰か作ったりとかしてるのか、 YouTube とかで映りましたみたいな、ああのかもしれない、可能性もある、確かにその一瞬パラレルワールドが映ってしまうことはあるかもしれない。別の時空間が映り込んでしまって、向こうの自分とこっちの自分が映ってしまうっていうのは あるかもしれない、だけどまあまあ普通にね、化粧して自分の後ろ姿見るぐらいだったら全然問題ない。ただ玄関で合わせ鏡しとくのはちょっとまずいかなと思う、全ての木の入り口は玄関だから、そこで合わせ鏡をすると気は滞ってしまう、悪い気が滞留してしまったら、もうその家は玄関からこう負のエネルギーが溜まってしまうってことになるから、玄関の合わせ鏡はあまりよろしくないかなと思う。
ずらしてあげればいいけどね。うん、なるほど。はい。はい、お家では質問相談何でも YouTube 内でお答えできることならお答えするので、どしどしお問い合わせください。ください。ではまた次回のタオチでお会いしましょう。バイビー。